の頃、私はまだ知らなかった恋がどんなものなのか。伊藤先生、その人を思うだけで心が温かくなるなんて。こんな気持ちを抱えたまんまでもなぜか僕たちはウサギみたいに。見せてみろ。先生、聞きたいことがあるんです。好きになってもいい？お前の気持ちには答えられない。迷惑だ。振り向いてもらえなくても、一番好きな人を好きでいたい。何かを探してどこか。あいつは真面目で不器用で、いつも一生懸命で、そのまっすぐさは相手を傷つけることにも気づけない。俺じゃダメ。誰に何と思われたっていいんです。学校だって辞めたっていいし。あいつのこれからのことを考えたらこれしかないんだ。響、伊藤、いなくなっちゃう。これは君一人の問題じゃない。謝って済むとでも思ってるのか。好きになっちゃいけない人だったんだよね。世の中に好きになっちゃいけない人なんていないよ。ごめんなさい、こういうのこれで最後にする。ちゃんと生徒に戻るね。先生、どうして。